それは君だって同じでしょ。一番動き回ってたのは誰だっけ。そうですよ、ここ数日働き詰めじゃありませんか。本番前に倒れたりしないでくださいね、先輩。そもそも倒れちゃダメ。ちゃんと栄養のあるものを食べてゆっくり寝ないとダメだよ。じゃあ私が何か栄養のあるものを作りましょうか。眠りすぎて明日遅刻しないでくださいね。その心配はむしろかなちゃんに対してするべきでは。大丈夫だよ、ライブの日はお寝坊したことないんだから。それに明日は特別だしね。いや、集まったというか、なんとなく外の空気が吸いたくなってここに来たらみんながいてさ。顔がほてっちゃって冷やしに来たらみんながいた。特に何も言ってないのに自然に集まっちゃいました。君だってなんでわざわざ屋上に。みんな一緒だね。引きつけ合う何かがあるのかもしれませんね。これで歩夢ちゃんが来たら全員揃うね。ここまで来たらコンプリートを目指したいです。狙って達成できるものでもないでしょ。でも私なんとなく歩夢ちゃんも来るような気がする。ええ、私もそう思います。あ、やっぱりみんなここに集まってたんだ。本当に揃った。私たちチームワークバッチリだね。え、何の話。あ、しおりこちゃん、そんなところにいないでこっちこっち。あ、はい。しかし、やはり私はお邪魔じゃないですか。そんなことを言わないでください。しおりこさんも大切な仲間なんですから。いいえ、ここまで来られたのはあなた方みんなが諦めずに志を貫いたからです。お、しおくんも分かってきたじゃん。確かにかすみん頑張ったもんね。こんなに頑張ったのって初めてかも。カスカスはベソベソしながらも勉強頑張ったもんね。ベソベソしてないし、カスカスって言わないでください。そういや、ベソ書いてたのはカリンゴだった。ちょっと、その話はもうやめてよ。安心して、現実よ。ここまでいろんなことがあったね。同好会に戻ってきた時はこんな大舞台に立つことになるとは思いもしませんでした。カスミンは確信してましたよ。だからこそたった一人になっても部室を守ったんですから。私のお手紙を怪文書だと思って捨てちゃったのは誰だっけ。それはちょっと失敗しちゃっただけです。摂通の生徒会長解任事件も今となっては懐かしいよね。あの時は落ち込みもしましたが、結果的に良かったんだと思います。ありがとうございますと言っていいのでしょうか。いいんですよ。しおりこさんが生徒会長になってから学園が活気づきましたから。でもそう言えるのは今だからじゃないんですか。あの時は大変でしたよ。
そうだね。しおりこちゃん、同好会を廃部にしようとしてたしね。これも全部あなたが同好会をまとめてくれたおかげ、ミューズやアクアのみんなを集めてくれたおかげだよ。アイさん、スクールアイドルを始める前には想像もしていなかった景色が本当に見えちゃってる。こんなに楽しいなんて思わなかった。一つのことを本気でやるってこんなにも楽しいことなのね。あなたがいてくれるから私たちはバラバラにならないでいられるんです。ありがとうございます。こんなに楽しいこと教えてくれてありがとう。リナちゃんボードキラキラ。あれは私も悪かったから。それに私、あの経験があったからこそ自分がどんなにスクールアイドルが好きなのかが分かったし。そうそう、二人が喧嘩したからこそ歩のあんな生配信が見られたんだからね。あれには愛さん泣いたわ。愛、暗い愛だけに。もう愛ちゃんってば。歩ちゃんにはお礼を言わなきゃ。そうですよね。あの時私たちみんなスクールアイドルフェスティバルを諦めていましたもんね。そんな私たちをもう一度まとめてくれたのは歩、あなたよ。あれは生配信をやればいいってしおりこちゃんが。結相を変えてみんなに全部伝えたいと私に言ったのはどなたでしたっけ。私は上原さんの気持ちを伝えるための手伝いをしたまでです。もうやめて、恥ずかしいよ。あー、歩夢ちゃん、いい子いい子。かなたちゃん感動した。かなたさん、恥ずかしがることないじゃん。ねえ、しおっぴー。なぜそこで私に矛先を向けるのですか。そりゃもう、しお子はかすみんたちの仲間だからだよ。それは、明日も私をこき使うということですか。そういうわけじゃないこともないかな。明日もかすみんたちのこと助けてほしいし。ダメ。中須さんは意外と小心者なんですね。任せてください。明日は私も全力でサポートします。もうしおこってば脅かさないでよ。明日はみんな大忙しですね。ということはやはり今日はもう帰って明日に備えましょう。あ、私にも。カオルコさんってスクールアイドルフェスティバルの立ち上げメンバーだった人よね。おお、ならなおさら無様な姿は見せられない。